せーの、グッドデイズのプリンセス、シシル、モモハ、シカ、オチゴー。ということで今日はすっぴん女子4人でグランピングでデイスイ企画。だがーいろいろと詰まってんな。え、待って、がっつりすっぴん出すのさ、うん、あかんで、戦えんでカラコンしてんのに。視力はどうしたらいいんだよ。いや、ほぼすっぴん。でもさ、お、すごすごすご。何？でもさ、お酒さ、最高じゃない？最高でーす。お前らと飲む酒はこの世で一番うめんだからさ。わかってる。そうなんだよ。主役だよね、これ。あ、マジそうなんだよ。マジ同意だし。一回食ってる。行くぞ。そうね。え、もう咳込んでるやん、これ想像して。ちなみにこの前に並べられてるのはブラックニッカウイスキーですね。なあ、ほんまやめようや。で、皆さん、あの、こっちも一個選んでください。そうですね。カンカンを。じゃあ、皆さん。はい。ウイスキー、右手に。こっから飛ばしていく準備できてるかい。ワウワ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 泥酔する準備はできてるか。ワウワワウワ勝ち込む準備はできてるか。ワウワテンション上げてけ。ワウワワウワゼロプリー。あーあふぅすごっ。おつまみがチョコチョコありますよ、はい、ちなみにこっちには見て、スッパムーチョのジャガウマビネガー。まず最強やわ、これめっちゃうまそう。これがチップス。え、食いたい。リッチコンソメ。しかもお得用でかっ。これは何でしょう。あ、これさ、ベーグル、あのグランピング施設の方が用意してくださった。てかさ、マジでここのグランピング施設の人全員親切すぎて死ぬ。いや、そうよ、マジで家族なりたいもん。本当に。え、でもさ、でもさ、でもさ、うん、もっと上げていきたくない。皆さん、ウイスキー片手にどうぞ。いいね。やっぱ最初のうちは勝ち込んどこう。後からどうにかなるから。そうやな、こういうのって。確かに確かに。やっぱりみんなも見てて、こういうのなんかさ、マクロ取れる人だったとかの方がさ、ねー、みんな見たいやろ。でも今日は集体を晒してこう。それ見せちゃダメだよ。見せるか。おうち、服脱いじゃダメだよ。いや、脱ぐか。いつものさ、そのいやさ、いつも脱ぐやつみたいな。飲んだら脱ぐやつみたいな。パンツ見してくるけどさ。はい、はい、はい、お疲れーション、レボリューション。今一応、まあ、1時ぐらいなんです ね、 ですね、今時刻が、うん、明日まあ一応6時、7時起きかな、うん、明日4人で寝坊すれば怖くなるね。怖怖怖怖怖。これどうだ。本当にそう。でも4人全員が確かにな。多分向こうもお手上げ状態になるから。確かに確かに、それはそうなるかも。出ますかで4人全員も確かに反省させたい。そうやろ。だから私らはこれを証拠に残す。定期的にウイスキーを飲んで潰れる。じゃあ行きましょう、待ち込みましょう、はい、右チブサ左チブサ。なんでわかんねえ。お前も意味わからん。うわっ。始まりました。ジェシカが寝るときに始める。あ、眠くなってきてるな。寝る準備してる。あの、これジェシカの、あの寝るときこれなんですよ。座りながら寝てる。そうそう、酒強い方がかっこいいからな。そんなこともないで。そうよ、お酒強い方がかっ、あれマジ赤ちゃんかっこいいから。いきますか。カンパーイ。カンパーイ。赤ちゃんだ。赤ちゃんだ。味わってまうから。やべー。うわ、これうまい。美味しいよ。でもね、あと1個ぐらいで飲みますよ。え、ならさ、ごま油持ってきた方がよかったんちゃう。あ、ごま油。チョレギチョレギチョレギ。あ、なくなった。あっかん、今雨ひどなってるよ。やめときあんた、いかんでいいわ。もういい。あ、なんか光る光る光る光った。ねえ、ごま油ってこれから呼んでいい？あんたの頭はこれからごま油だからね。ねえ、ごま。あ、ごまだった。油抜かしてんじゃん。あ、帰りだ。お帰り。みんな助けて。雷に打たれてさ。今、出た瞬間に雷が鳴って、うん、あの、あ、雷鳴ったと思ったら、こうなって。あの、あれでしょ、骸骨セシル、骸骨セシルでしょ。さ、ほんまにアニメだけやと思ってたやろ。ほんまになって。骸骨セシル、骸骨セシル。
雷を理由に。おいでおいでおいで。でもさ、ちょっと待って、これでもみんなに話したかって。この前さ、ユニバ行ってんな。で、でトイレの中入ろうとした時にな、JK 軍団がおったのよ、結構鏡の前にね、トイレの。で、あ、JK 軍団めっちゃおると思って、そのパッてまず入った瞬間に目あったの、一人のこと。あ、みたいな、ジェシカちゃんやの。あ、ってなって、あ、パッて個室バンって入って、鍵パッて閉めて、ズボン脱いで、パッて座ったら、コン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 。え？ジェシカちゃんですよね。え、やばい。やばくない？ジェシカちゃんですよね。でもなんか悪い感じはないで、なんかもう純粋に、そう、そうそう、マジで純粋になんかこう見つけて、あって思ってくれたんやと思うねんけど、なんせこっちはさ、ズボン脱いで戦闘態勢に入ってるわけや。しかも個室やし、安心やしな。そう、すぐそこに JK がさ、コンコンってしてるものやからさ、こっちも出たくても出えへんわけよ、うんちゃんも。どうなるんやろと思って、で、どうしようみたいな。もう、下ろしても出るし持ってるやん。そうね、そうね、人生で起こり得ないことが起きてるわけやんか。そう、ね、だからもう出やんくなっちゃってさ、そう、ね、運長かな。で、あーやめようと思ってパーってもう元に戻して、あーもうあんたからしたらストレスやな、あんたうんこを出すこと、そうそうそう、運長を出すためだけに生きてるのにな、運長出すためだけに運長生きてるやんか、満載ボケやろ。そうそう、だからお前のツッコミ何やねん。ズボン履いてすぐそこにおるんやろなと思ってパーって出たら、うん、カメラ構えて、え、本当は今聞いた話で、動画回っててもうでさ、ま、トイレを撮ること自体が結構すごいかも、だろ、うん、衝撃的でさってなったわけ。でもさ、もう撮られてるもんやからさ、向こうはでも興奮してね、はぁみたいな、多分もうそのなおさらこっちも行けへんよ。せやね、なんかほんまに悪気があった感じじゃなかった、まあ、興奮しすぎたゆえに、もうほんまに好きすぎたゆえに、なんかそういう感じやったから、なんかこっちもさ、別にさ、なんか悪い気はせんやん、そこまで。そんな、確かに興奮されすぎてるとか、めっちゃ別にありがたいし、確かに。でもまあ、個室から出てさ、すぐ回されてたからさ、びっくりしてさ、でも写真は撮って、一回出ようって言って、トイレ出ようって言って、トイレは出て、で写真撮ってみたいな、でありがとうございますみたいな感じで終わってんけど、ちょっとそれびっくりした。確かに、え、シンプルダメよ。ごめんけど、あんたら、あの、話しかけてくれたら嬉しいよ、そら。もうママの気合が違う、今。そう、今スイッチ入った。嬉しいよ。そうですよね。ちょ、嬉しい、めっちゃ嬉しかったよ、ほんまに。嬉しいけど、そう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 、シンプルダメな時はダメなの。あの、トイレとか、そうね、が一番ダメじゃん、だって。ね、トイレ取られるなんてさ、自分に置き換えて、いく考えてほしい。うんうんうん。そしたら、嫌だって思うことはしない方がいいかもしれないよっていうこと。うんうん、だからそれは絶対にダメだよっていう。良くないよ。ありがとうママ。絶対良くないよ。ありがとうね。でもな、これだけは言いたい。あのね、ゼロプリ自体全員4人が友達感覚とかやっぱ親近感を、うん、まあこっちも大切にしてるやんか。ありがたいしね。ああ、ほら怒ってるよ。すごいすごい。キャンセルじゃん。あんた怒れんなよ。なあ、待って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 。すいませんすいません。パッて寄せてね、雷やから守ろう思ってチューされちゃうじゃん。あ、してるな。めちゃめちゃしてんな。まさか、ちゃんとしてた。ゼロプリー。あ、待って、そうだよ、スイラストやで。せやで、ももちゃん意外と結構飲んだんだね。うん、で、ももちゃん結構来てるやろ。来、はい、てるよ、目でわかるもん、あんた。かわいい、ももちゃん。あでも結構取れたんじゃない？取れたと思う。な、終わる。眠いでしょ、うん、もう眠い、無理。ももちゃんとジェシカが限界ということで、ね、一旦動画はこちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。喋った感じが面白かった人、チャンネル登録、高評価、コメント、その他 SNS のフォローよろしくお願いします。せーの、ただまた。結構今私が俯瞰から見てやで、うん、私も酔っ払ってる、うん、おうちも結構来てんのね、うん、え、うちは？お前は開始5分で酔っ払ってる。早っ。見て、じゃあ見て、爆笑してんのよ。ジェシカとうちどっちが弱い？だめだめだめ、今さ開始5分でよ、じゃあ見て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 、開始5分で酔っ払ってる。
え、やば。え、あんた今自分のこと言われてんねんで。一言言われてないねんで。ほんとに。ジェシカとうちどっちが酔っ払ってる？ジェシカとうちどっちが酔っ払ってよ。でもリアルに、うん、ももちゃんの方が酔っ払ってる。なんか、ジェシカの方が弱いと思ってたの。ああ最初。わかる。え、じゃ聞いて。一個言わせてほしい。撮影で酔っ払ってるのが桃原だけでプライベートで酔っ払うのはこっちやと思うね。だから多分こいつは最年長っていうその動画回ってる意識があるからここまでやねん。多分こいつはまだ末っ子感覚やねん。そういうこと？やから私はこいつを守りたくなんねん。27やからやで、ね、その責任感がな全然違う。これがインターテイナーMBTI 診断のエンターテイナー。マラカス持ってる、マラカス持ってる。やば、絶対そう、ジェシカは。じゃあここが仲悪くなったとしようや。セシルと王子が仲良くて、結局ここって仲悪いんやってなったとするやん、うん、そうならへんぐらい言われる能力があるやん、4人って、うん、仲良すぎてな。仲いいよ。やろ。じゃあセシルも意味わからんぐらいさ、あかん、泣くかも。リーダーシップ発揮してさ、あかん、泣くかも。やめて、喋らんといてほしいかも、それ以上。じゃあよし、やめてー。ジェシカお前もう、お前もトイレ行った方がいいんちゃう。向かいのなんかさ、なあメイクとかもすごいしさ、なんかこう LGBT でさ、トイレ第一線で活躍してさ、なんかすごい立ち回りもさ、うまいし人の心もわかるしさ、優しい。あ、そう、あ、そう、そう。でも同じこと思ってるよ。だって3人のこの4人で活動する上でマジ必要ないと思ってるから、かなんかこの思ってるよ。その動画やる前に本当に吐くほど不安だもん、うん、どうしようって思ってマジで号泣してたもん。いや、この3人この4人の中で一番いらんと思ってるし、自分はあ、それはうちも思ってる。だから毎回行く前にめっちゃやっぱなんでめっちゃなんかちょっと待って、カットしてほしい。待って、お前らさ、なあ、やめて。なあ、これ恥ずかしい。そうだ、本当に思ってる。毎回行く、マジでさ、なんかさ、心がつながってるとかもうやめて。そうだ、毎回行く毎日毎日、ヨリエがさ、ヨリエ全員がさ、むちゃくちゃさ、みんなのこと考えてさ、めちゃくちゃさ、一人一人が魅力的でさ、いろんなとこ羨ましいって思うし、尊敬してるしさ、こんなにとしてもめちゃくちゃさ、あったいい子たちでさ、そうやってさ、人のこといっぱい、やめて、みんないろんなとこかっこよくて、やめて大好きやのにそんなこと言わんといてよ。だってさ、みんな好きやのにそんなんさ、うちだって心つながっときたいよ。だってさ、4人が仲良かったさ、みんな一人一人かっこいいし、一人一人違う良さの後にさ、やめて。そんな誰がさ、上とか下とかもないし、みんなにかっこよくてさ、みんながいいやんか、そんな言わんといてよ、うちに。みんなさ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃかっこいいし、めっちゃ尊敬してるしさ、こんな友達に出会えたこともめっちゃ嬉しいしさ、うちは27歳になって、こんなさ、年下の子たちをさ、正直さ、最初は不安やったけど、でもさ、お前、もうやめてよ、止めろ、こめちゃくちゃ最年長、止めろ、めちゃくちゃ尊敬して、いつもすごいな、かっこいいな。一緒に踊りさ、楽しくないし、みんなめっちゃいっぱいさ、人のこと思いやって友達思いやさ。でもめっちゃ最初の方は不安だったのはわかる。うん、てか待って、めっちゃ嫌、何話したん、やばい、何の話したん。みんなのこと大好きだけど、正直今もめっちゃ不安だもん。自分いるのか必要ないだろうなって毎回思いながら来るから。思ってんで、思ってるよ、私も一緒やで、一緒よ。けどみんながストーリーを見るとみんな一緒なんだなって思うから。え、わかる。
そう、毎回みんな、あ、一緒なんだって思うから分かる言わないけど、なんか毎回すごいそれを見るたびになんかすごいチームだなって思う。でもなんか安心かも、私からするとおもちゃの存在ないと死ぬ。なんでその心意気で来てるってことは自分より他の3人を尊敬してるっていうことが前提の、その緊張するとかさ、自分が必要ないとかって思うことやと思うね。その4人の中で自分が一番と思ってたらその感情って生まれへんと思うねんな。でも他3人がすごいとかこういう部分を尊敬するって思うからこそこういう思いが出てくるわけやんか。それってめっちゃ素敵なことやん。いや、それが各自4人全員思ってたってことは一人一人が全員のことを尊敬して一人一人が本気で撮影に挑んでるってことが証明されてるわけやん。それってもう素敵なことやん。え、そうや、もうやべよ、みんなでキャッタキスキャッ、いやな、みんなでギュッしよ、これは全員が全員が全員同じこと思ってるだけもう大好き。え、わかえ、でもガチでガチでよかった、マジでありがとう。泣いてんのマジでやばいやけどなんでそうだよ、やばい死ぬでもな、みんながこういうことを展開を望んで私ずっとカメラ回してる。今切れてるよ。でもな、ずっとじゃないね。あ、今ここ回しといた方がいいなって思う部分は全部回してる。お前の三円とかはすごいそうよ、ちゃうね。でもな、いつの間にかこういう回してる時に忘れちゃうぐらいの感情で来てくれるから、もう今回それがちゃんと分かったからもっといいグループになれるし、もっと上を目指せるグループやなって思った。やっぱ永遠を続けると思う、私たちは。大好き、ほんまにそれは思うで、うん、ゼロゼロダサこれダサダサよかったこと一回もないこれがあーでもマジでマジでよかった、ありがとう。あんたらじゃなんかお前連れ続けられてないし、ほんまそれだ、ありがとうな、はあ幸せやアイキャッチラスト募集しまーす。そのアイキャッチっていうのが、はい、あの動画の途中とかに出てくるゼロプリみたいなやつあるやん、うん、あそこにみんなが描いてもらったイラストを乗っけたいなっていうふうに考えます。めちゃくちゃいいやん、めちゃめちゃいいです。これがやっぱファンとの交流、ミニプリとの交流やと思います。なんでぜひ皆さん、あの募集はぜひ概要欄から、うん、お願いします。お願いします。楽しみにしてます。ゼロプリアパエル初バイチューガイヤー。